こんばんは。午後7時になりました。見てもらっても、あ、わかんねえか。同じですね。この周りちょっと映してもらえますかね。雰囲気がいつもと違うんで。片桐さんいきます。どなたの、あ、まずこれじゃない？これ上上。上上上。ちょっと多いですかね。あ、はい、これですね。これはい。はい。こういうことでございます。で、いつもの通りですね、新聞夕刊を持ってきたんですけれどもね、夕刊はね、やめましょう、やめましょうって言ってますんでね、はいはい、一応今日もいつもの通り生放送でお送りしております、はい、ということで今看板出て、出してもらいましたけれども、今日はなんと300回記念ということですね。私どもこの松代テレビなんですけれども、平成22年6月ですね、始まりまして6年が経ちました。で、その年の11月にですね、このしゃべくり松代が始まりまして、なんと300回ということでございます。300回と言いますと、1回につき1名は必ずゲストいらっしゃいますんで、300人は確実と。そこへお二人、3人と、それからまた例えばですね、マンドリンの方とか数名いらっしゃる方を含めますと、多分400名以上、500名ぐらいにはいってるんじゃないかと、こんなふうに思います。ということで、今日のこの300回記念なんですけども、なんと1時間番組でございます。1時間番組でございまして、西村さんがね、手を振っておりますけども、1時間でございまして、1部、2部、3部ということですね、おおむね、20分ずつということでお送りしたいと思います。で、第1部なんですけども、そちらにもおいでになっておりますけれども、宝物館の学芸員、課長補佐のフレザさんに、いろいろですね、今更聞けない真田家の話ということでね、お話しいただきたいと思います。第2部なんですけども、そちらにですね、小松姫のお二人がおいでいただいておりますけども、なんかちょっとうるさいですね、こちらね。小松姫の方がですね、お二人を見になっておりますけれども、こちらにいらっしゃいますですね、二本松さんがパーソナリティになっていただきまして、小松姫のお二人にいろいろお聞きするというようなことでございます。それで第3部なんですけども、私どもですね、後ほどご紹介させていただきますけれども、丸田先生がね、今日も見ていらっしゃると思うんですけども、丸田先生に、テレビ電話つなぎまして、こちらの方でまた丸田先生とお話ししたいと、このように思っております。どうぞ1時間ですね、楽しくお送りしたいと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。今日も紙通しですね、上がっておりますね、はい、ということでよろしくお願いしたいと思います。それではですね、まず最初に先ほど申し上げました第1部、そちらに古畑さんがおいでになっておりますんで、ぜひこちらにおいでいただいて、ちょっとね、質問を申し上げたいと思います。どうぞ、お願いします。全然の紹介なしに、はい、さっきからね、まあいいです。はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あ、何かここの紹介をということでね、はい、こちら皆さんちょっと最初になんかね、お話しますかね、一言ずつ何か言いますか。これさっきからうるさいですね、ブーって。あ、はい、はい、じゃあそちらの方からちょっといいですか。片桐さん、ずっと清水さんのカメラでいきますか。ちょっと雰囲気を撮っていただいて、はい、はい、あれ、なんか違うの出てます。はい、こちらが、あ、こちら今小松姫のお二人ですね。はい、そちらに甲冑着た山本さんがいらっしゃいますね、カメラ。そして、こちらの方、はい、いいですか、私しゃべって、はい、はい、すいません、本題に入る前に古田さん、お待たせして申し訳ないです。スタジオの中をちょっとご紹介したいと思います。まあ、通常 あのメインの位置で、今日は特別にこちらにモニターを用意してあります。こちらが1カメ、いつも片桐さんご苦労様です、よろしくお願いします。今日は2カメは清水さん、いつもスイッチャーだけどね、ご苦労様です。はい、拍手してもらっていいですか。はい、
それからこちらがゲストの皆さん、京子松姫、それから美しすぎる美人レポーター、美しさすぎる山本さん、今日はモニターが映らない、あ、かぶっちゃってるね。はい、すいません。山本さん、はい、真田正幸さんじゃなくてお父さん何て言ったっけ、正幸さんか。なぜかっていうと奥さんが薫さんだからテレビ見てる人しか分かんないね。はい、加山さんよろしくお願いします。後ほどまたちょっとお時間ありましたらコメントいただきたいと思います。事務局長三田さん、はい、あれ小松さん、なんか探してる。顔見せてあげて。お尻じゃない。はい、小松さん、なんか探してる。はい、よろしくお願いします。はい。いいですね。はい。福井さん。福井さん。はい。はい。はい、手挙げてますね。佐賀さん。はい。私と同じイケメンでございます。え、麺に携わるということで。あ、そう。池にいるの？あ、違う。そう。よくできちゃった。はい、すいません。よろしいでしょうか。こんなメンバーで今日はお送りをさせていただきます、はい、大変お待たせをいたしました。よろしくお願いします。私の名札がそこに出ちゃってるんで、はい、大変失礼をいたしました、はい、あ、はい、そうですね、よろしくお願いします、はい、それでは、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、第1部、古田さん、はい、課長補佐さんおめでとうございます。いいえ、よろしくお願いします。お願いします。とりあえずですね、真田家について若干のお話をいただいたところで、はい、みんなでですね、今更聞けない、真田家の話ということで進めたいと思いますが、よろしくお願いします、はい、若干お話をしていただけますでしょうか。はい、戦国の絆としてですね、はい、あの真田宝物館特別展あの始まっておりまして、夏休みに入りましてお客さんもたくさん来ていただいております。誠にありがとうございます、その松代の真田家ですけれども、どこに向かって話せばいいんでしたか。失礼しました、真っ白の真田家はですね、上田から、今ドラマでやっている上田からですね、真田家が真っ白に移ってくるのは1622年という年になります。その年に上田から真っ白に移ります、原因は関ヶ原の合戦で親子別れて戦った後、正幸が九度山に流され、勝ち方である信幸が、真っ白にですね、その後加増して移されたのがきっかけになります。以降10代にわたってですね、約250年になりますけれども、真田家は真っ白を治めまして、明治維新を迎えるという形になります。概要はそんなところです。ああ、そうですか、はい、分かりました。古畑さんに質問なんですけども、まず私が言っちゃっていいでしょうかね。はい、はい、すいません、今皆さん OK いただきましたんで、まず私から一つなんですけどもね、はい、今平田さんのお話にもありましたけども、真田信彦が松代を置いてられたのは1622年ということで、はい、小松姫が亡くなられたのは1620年そうですね、はい、それで、こちらにおいでになる2年前に小松姫亡くなってるにもかかわらず、松代ではですね、小松姫がすごい有名じゃないですか。2年も前に亡くなってるのに、どうして松代で小松姫が有名だということで、どうしてでしょうか。いや、なかなか難しい質問ですね、はい、それだけ信行が、供養を欠かさなかったというか、そういうことなんですね。あの移ってきてから、小松姫の菩提寺ですね、あの大英寺さんですけども、そうですね、大英寺を移して、もともと上田でお玉屋の亡くなった後だったので、お玉屋の建設途中だったんですね。途中というか建設してたんですね。 ほぼ完成してたんですけども、自分が移ることになっちゃったので、急遽真っ白の方へも大英寺を作ることになったので、不審音に関わった方たちは同じ人がやってこちらへ移ってきたんですね。だから力を入れろっていうふうに言われていたんですね、あの信行から。なるほど。手抜かりのないようにっていうふうに手紙に書いてあるぐらい、その国用を大切にしてそのお玉屋を作ろうと思っていたので、うん、そういったことが影響してあれだけ立派なお寺です。そうですね、素晴らしいですね。そうですね、ま、実は真っ白にあるお玉屋の中で一番大きいんですよ、うん、自分のお玉よりも大きいんです。あ、はい、ですからそれだけ奥さんのことを愛してたって言っちゃっていいんですかね。はい、そういう形になると思います。いいことですね。でまた素晴らしい、その奥様を愛してた話からちょっと外れて申し訳ないんですけども、はい、伸び子をこちらにおいでになって正室がいらっしゃらなくて、
側室ってのはたくさんいらしたんですか。あ、そうですね、はい。まあ、それを移ってきてからまだ35年も彼は生きてらっしゃるんですね、はい。でその間はおそらく側室がいたんだと思います。ただ、なかなか真白藩そういったことは記録に残ってなくてですね。そうですよね、はい。で当然身の回りのことをする人がいないと大名家として成り立たないので、いたんだとは思うんですけれども、ですから今ドラマのことをそのまま借りるとすると西王院さんっていう方は小松姫よりも実はだから側室に格下げになった方の方が長生きしてるんですよ。ですからもしかしたら元の鞘に収まるっていうのはちょっと変な言い方かもしれませんけども、西王院さんと余生を過ごした可能性は時間的にはあります。わかりました。本当にね、表に出ないようなお話で申し訳ありませんでした。すいませんでした。それでは続いてね、皆さん、スタッフの皆さんからね、順次質問をしていただきたいと思うんですけども、陽松さん行きますか。はい、私がちょっと深夜金がね、やっぱりお金のことに関してなんです。ああ、なるほど。真田十万石という話がありますけれども、現在のそのお金の価値に換算すると、十万石って どのくらいの財力って言いますかね。いわゆるそのよく耳にする国家予算なのか、あるいは国高なのか、いずれにしてもその地域の何て言うんですか、財力を測る一つの目安だったとは思うんですが、はい、その辺も現在にするとどのくらいの規模の財産をお持ちになったのかなというようなこともちょっと比較できれば教えてください。はい、よく聞かれるんですけど、なかなかちょっと難しいんですけれども、やっぱり現代と300年、今400年近く前のではだいぶ違うのであれなんですけども、とりあえずその10万石って言われるその一石は、お米の重さでいくと今の150キロに相当するんですね。そうすると、150キロを10万倍すると、1万5千トン分のお米が取れる土地を徳川から1万5千トン分のお米が取れる土地を、幕府から与えられて、それを管理しなさいって言われていたのが真田家ってことになりますね。でその一石150キロを10万円だと換算すると約20億ぐらいの現代の金額にするとなるんですね。で、もう一つの比較としては、現在の長野市ってほぼ、江戸時代の真白藩と土地の面積が近いんですね。抜けているのは、小川村とそれから千曲市と山の内町だけなんです。であとはもうみんな長野市なんですね。そうするとほぼ、まあ、周りの村や市は少し少ない、小さいとすると、今の長野市の財政規模は1億5999億っていう形になるので、ですから1599億円っていう財政規模になるので、そのぐらいの経済規模を持った地域を支配地にしていたっていうふうに言っていいんじゃないですか。大体じゃあ今と同じくらいな感じ。そうなんです。本当に抜けてるのは、はい、さっき言った小川村と千曲市の一部と山の内町だけなんですよ。だから市町村合併をしたので長野市はほぼ真白藩に近づいてるって言っていい感じなんです、ね。はい、じゃあ、まあ、関連でいくとその当時の人口っていうのはどのくらいあったですか。はい、なんか資料が残ってますかね。そうですね、それも部分的にしか残ってないのと、それからさっき言ったみたいに真白藩全域を調べているんですけども、例えば善光寺は善光寺で寺領っていう別の領地だったし、上田の飛び地があったりして今の長野市とイコールにはならないんですけども、1721年っていうのは吉宗の時代ですけども、吉宗の時代で9万8000人って言われてるんです全体で。で最後明治になって慶応元年で13万4000人約ですね、約です。そういうふうに言われているので、現在の長野市人口は38だとするとですね、まあ、3倍ぐらいの、ね、人口が増えたことにはなると思います。今ほどね、戸籍のその制度もあれしっかりねされてたわけじゃないでしょうから、そうです、なかなか推測というような形にはなってくると思います。他にもですね、はい、ちょっと質問もらってます。松代町にお住まいの、あ、私はいいですか、はい、それでは、はい、そちらの方で誰か続いて質問を、はい、じゃあ小松さん、はい、真田信之がですね93歳でね隠居したんですけれども、その時隠しの
隠したお金がね、隠し財産ですね、27万両あったと。今でおかあの換算すると約200億円相当のようなんですけども、そのどうしてそういうお金を、ね、貯め込んだのか、それでそのお金をねどのように、使われていたのか教えていただきたいと思います。はい、まあ、隠してたかどうかもちょっとよくわからないですけれども、27万両というふうに俗に言われていますよね。どうやって蓄財したのかは分かりませんが、信之は基本的にはケチだったんです。で、なんでそんなことが分かるかっていうと、信之は、第一次上田合戦、それから関ヶ原の合戦が第二次上田合戦ですね、それから大阪の陣と、あの全て勝ち組に属しています。で、負けなかったわけですね。お父さんの方は若干負けたりします。その勝ち組のたんびに過増って言って国高が増えてるんですね。そうすると国高が増えるってことは、それに見合った、軍事力を持ちなさいっていうふうに言われるんですけども、真田比較的、軍事方面にお金を費やさなかったっていうか、ごまかして費やさなかったですねっていうふうに言われていまして、過増したら本来は藩士が増えるはずですね。お給料を増やして藩士を増やさなきゃいけないんですけども、あんまり藩士を増やしてないっていう、そういった蓄財と、それから年貢の率をあんまり下げなかったっていうことが言われていて、いいことか悪いことか別ですけども、それで比較的信之の代には、お金が貯まったんだけれども、そのやりすぎがたたって、藩士の人の48人が、脱藩しちゃうっていう大きな事件が起こったりして、最終的にはやっぱり、在地の人っていうか、民を、大切にする方に、むしろお金を振り分けていって、いつの間にか27万両はどっか行ってしまったということになるんじゃないかなというふうに思います。そうですか。はい。その後おそらくその、民百姓のために徐々に使っていくっていうか、あの基金を取り崩さないと、マシュル藩は、例えば災害だとか、あるいはその脱藩事件だとかっていろんな事件をこう幕府に対してもみ消さなきゃいけないので、袖の下も含めて使っていくわけですよね。そうすると自然にいつの間にかなくなるし、それからさっき言ったみたいに信之はお玉をいくつも作ってるんですね。ですからその、身内の供養っていうのはとっても大事にした人なので、とお寺の整備ですとか、それからこちらに加増して移築され、あの移ってきますけど、真っ白に来ての城下町づくり、あるいはお寺の造営なんていうのは全く資金がないわけですから、そういったところに使っていったんじゃないかなというふうに思います。そちらと、あ、二本松さん、福井さん、そういう甲冑、山本さん、何かありますか？素晴らしい甲冑着て、なんか自分のことを聞いちゃったりみたいで、ね。何かありますか？はい、ちょっとね、先日お聞きしたところでは、赤い甲冑は、お金がかかるので、はいはいはい、サラダ家は本当は赤ではなくて黒を着ていたんではないかということなんですが、真田幸村も幸村というか信繁も赤い甲冑を着ていなかったということになるんでしょうか？はい、普通の黒い甲冑に比べて色を塗ったりすると高くなるっていうのは当たり前で、それは同じなんですけれども、赤備えって言って真っ白藩士中が赤かったっていうのはなかなか難しい。ですから、もしかしたら藩主はあるいは雪村だけは赤かった可能性はありますよね。はい、なので全員を赤く統一するっていう彦根の井伊さんみたいなことをするのには莫大なお金がかかったんですね。統一するっていうことは、だから大将から足軽までみんな同じに仕立てるのは到底お金がかかったので、さすがに10万石の石高じゃそこまでできなかったと思うので、そうすると殿様とかあるいはその次男坊ですね、信繁はそういったことをした可能性はないことはないんですけども、今現在残ってる中で赤い甲冑がないので、あの必ずしも赤だったとは限らないっていうお話をさせていただきます。分かりました。で、そろそろ第一部の終了時間なんですけれども、これだけはお聞きしたいっていう何かありましたらぜひ、もしまた何かありましたらですね、第三部のところで若干時間がありますんで、水田さんいいですか？いいですか？いいよ、一言聞きなよ。
今サラダ丸ね放送されてますけども、やはり松代の人たちは信行ファンが多いんですが、古畑さんは誰が一番好きですか？信行です。信行ですね、はい、ありがとうございます。即答ですね、なんかね、はい、言わせられたみたいな、ね、そうですね、わかりますね、言わせられました、はい、ということで流れ的には小松姫って言ってほしかったんですけどね、そうですか、失礼しました。小松姫来てるんで、私はお話聞きましょう。失礼しました、小松姫。いやいや、ああ、そうですか、ありがとうございます。じゃあ、メンバー交代の間にね、はい、三田事務局長が、いろいろとお知らせもありますので、ね、はい、じゃあ、三田さんの方に振っていただきまして、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ですね、この松脇センター、今もうこれでこれで300回記念という形でですね、今動いてますけれども、この松脇センターの中ですね、この私の後ろを見ていただくと、夢空間事務局、ね、それと 松脇センター、それと、マッスルテレビ局という形の事務局ですね、まあ2つの、まあ、電話を待ちながら、この町歩きセンターの中で、まあ、スタジオを設けてですね、こういう動きをしております。まあ、これも町歩きセンターの中もですね、洋空間の関係でですね、一応事務局が追ってまして、本当でしたら夢空間の事務局って言えばいいんですけれども、まあ、町の縁側的なものはありましてですね、うん、まあ、誰でも集ってここでもって、できればいいかなということでですね、町歩きセンターっていう形で、まあ、軽いタッチでですね、こういう皆さんボランティアの方もどなたでもまあ来ていただいて、情報交換していただいてっていう形で、動いております。で、今こちらを映していただければありがたいんですけども、先日ですね、松代でもですね、絵はがきが欲しいっていう、結構いろんなことを言われていて、なかなかね、なかったんですね。で、今回、こういったものができましたのでですね、町歩きセンターでもありますし、あとは宝物館の近くの真田丸ショップ、それからですね、宮坂酒造さん、それとあとはです、ね、もう一箇所、寺町商家、そういったところでもね、販売しておりますので、ぜひご買い求めいただければいいかなというふうに思います。まあ、これからですね、暑中見舞いもありますし、そういったものを使っていただければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、それとあと、加山さん、うちのね、夢空間の理事長であります加山の方からご挨拶させていただきますので、よろしくお願いします。お話をいただく前にね、300回、とにかく第1回からもちろんそうなんですけれども、このスタジオはですね、夢空間の場所なんですね、町歩きセンターなんです。本当に場所のご提供から始まって、それからこういったのモニター、パソコン、それからまあこの細かい話ですけど、ね、電気代からね、まあ、これに至るまで全てバックアップしていただいております。もちろん我々もそれなりに、頑張ってはいるんですが、やはりこういった基本なるもの、夢空間応援なくして達成はできていなかったということです。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。代表して、理事長の加山さん、ご挨拶をお願いできますか？はい、真っ白テレビ局のしゃべくり真っ白300回記念ということで、本当におめでとうございます。ただいまご紹介いただきました加山と申します、理事長の。NPO 夢空間はですね、平成13年にこの真っ白の町の良さを発揮しようということで、みんなでこう立ち上げた組織なんですけども、この町役センター自体はですね、平成10年に2010年ですかね、にこの町白の町役観光を推進しようということで立ち上げた建物でございます。そういった中でですね、観光客と住民との交流の場というような形でもって機能させていこうということなんですけど、その中に一番やはり情報発信するには、やっぱりインターネットでもって発信させるような機能を整えようということで、インターネット環境、それからいろんな設備を整えさせていただきました。まあ、それを皆さんで真っ白テレビということで毎週使っていただいて情報発信いただいていることに本当に感謝申し上げます。300回ということですごいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ第2部いきますよ。あれ映ってねえよ。はい、大変長らくお待たせをいたしました。皆さんご期待の小松姫のご登場でございます。山本さんそこ寂しいね、一人でね、ちょっとね。いいですか？はい、それではご紹介いたします。改めてご紹介をいたします。
小松姫、松代町観光親善大使小松姫、牧野真由美さん、はい、よろしくお願いします。はい、平田優さんです。はい、よろしくお願いします。12月の21日の放送で牧野さん、お二人でね、小松姫のことで、これから活躍しますということでお二人出ていただいております。その時の詳しい内容、小松姫のご紹介についてはそちらをご覧いただいて、今日はその後お二人が、それぞれにご活躍、町内活性のために活躍をされております。そのことについて、ご紹介をしていきたいと思います。俺いいから小松姫のを映してそれじゃあ牧野さん、はい、はい、5月連休前でしたかね。あ、はい、小松姫の小松菜プロジェクトというものを、はい、実は2月ぐらいから内容を温めておりまして、その時に、やることを宮崎農園さんと決めました。はいはい、そこから種まきをして、5月 そのゴールデンウィークに、はい、収穫ができて間に合うようにちょっと考えて作ったんですけども、はいはい、一応その小松姫っていうのをみんなに知ってもらいたいっていうのが一つの目的と、はい、あともう一つ、地域おこし協力隊として入っているので、私実はなので、その有機農とかちょっと生き物に優しいとか環境に優しいっていうのを、ちょっとそういうのにも興味を持っていただきたくて、まあ、そういう農家さんと、まあ、協力をして作らせていただいたものです。はい、はい、今ちょうど画面出ております、これがJA の南長野ですね、はい、こちらで牧野さんが行かれまして直接、はい、店頭販売をした時の写真ですね。私もたまたま朝、日曜日の朝はこちらへ行くもんですから、あれと思ったらね、おいでになりましたもんで、パチリということでシャッターをしました。はい、はい、2種類作らせていただいたんですけど、紫の小松菜と緑の小松菜で、紫の方はやっぱりどうやって食べていいかわからないっていう風になるので、うん、結構その店頭で直接お話をした方が売れるんですよ。はい、はい、なのでこの日もすごくたくさん皆さんに買っていただいて、サラダでいただきましたよ、私もね。はい、はい、あとそのこれもなんですけど、はい、実は熊本の地震がありましたので、ちょっと1袋150円のうち20円をそちらの方に義援金としてお送りさせていただきまして、はい、たくさん、実はですね、全部で584袋売れましたんです。はい、でそのうちその1袋20円なので1万1000円なんですけど、それ以外にも募金だけしていただいた方とか、うん、たくさんいらっしゃいまして、まあ、全部で12,890円熊本の方に寄付させていただきました。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。他にはね、連休の時に NHK のラジオでもね、テレビの方か、キッチンカー、はい、NHK に言うと木製移動販売車、はい、プロジェクトの春日君来てる、ちょっとこっち顔出していや、たまたま今日来てくれたんで、私の隣に来てください。はい、キッチンカーの話ちょっとして。あ、はい、うん、どの写真出てるんですか。はい、うん、この間ですね、ゴールデンウィークの方に10日間ほど、うちで真っ白で作った、その NHK 的な言い方はちょっと難しいんですけれどもキッチンカー、ね、はい、軽トラに乗せるキッチンカーというものを作りまして、木製のものなんですが、それを10日間、真っ白の米粉を使ったりしてですね、ワッフルボールというオリジナルの商品を松代城にて販売させていただきました。それで、まあ、今月末にも松代駅の方でアルコールを販売するということで、松代ステーションバーというのを7月30日に月に1回のイベントとして初回7月30日に行います。そのような形で、軽トラックの後ろに乗ってるということで移動ができるということで、松代の中で、あそこの場所が、すごく建物がいいんだけれども人が集まらないというところにキッチンカーを3台持ってって、
皆様に集まっていただくような機会を、作っていければ、と思って今、プロジェクトメンバー4人で頑張っております。はい、ありがとうございました。またあの31日です、うん、はい、イベントありますのでよろしくお願いいたします。はい、Facebook 等でまた発信してますので、ね、はい、はい、ありがとうございました。失礼します、はい、ありがとうございました。一応館の館長見習いでございますんで、はい、萩野さんいいかな。はい、ありがとうございます、ね、はい、じゃあ次は平田さん。はい、はい、どれいいんですか。いいよどうぞ、はい、私は今回小松姫フードプロジェクトという企画を立案しました。あの二本松さんにもお手伝いをいただいて、はい、協賛していただいたんですが、これラジオのやつ、はい、収録風景なんですけど SBC ラジオ、ね、SBC ラジオ、はい、はい、にも特集していただいたり、あと FM 長野のラジオにも、うん、やりましたね、はい、特集していただきました。はい、でですね、料理とスイーツというものがございまして、これはスイーツですね、はい、はい、料理は3店舗で小麦亭さん、シンフォニーさん、ニュー街道市さんです。でスイーツの4店舗がですね、こちらの麺みくらさんとレストラン花屋さんと蔦屋本店さんと松代荘さんとなっております。で、あのまだ完成してないんですが、はい、このような地図ね、そう見づらいかな、うん、大丈夫、はい、大丈夫、このようなものを作りまして先日配ってまいりました。ちょっとまだどうですかね、お客さんまだちょっとご存じない方も多くて認知度がまだまだ低いんですけど、そうですね、間もなく もうちょっといいチラシが完成するので、そうしましたらもっとねお客さんが来るかなと思います。はい、福井さんこっちちょっといい、市民新聞でもあのこういうふうにご紹介をされております。姫的にはこの正面向いた写真がお気に入りとか言ってましたけどまあそれはともかく内容はね、はい、今紹介いただきましたように、はい、7店舗で提供されるようになっておりますので皆さんまたお楽しみで、はい、お店の方に来てください。このプロジェクトのですね、なぜこれを立ち上げたのかということを肝心なことを言うのを忘れてました。順番を間違えましたけど、はい、松代の特産品として長芋やあんずがありますね。でこの長芋やあんずをもっと皆さんに広く知ってほしいっていう思いが一つと、あともっと若い人に松代のことを知ってほしいっていう、思いがありまして、そうですね、今回このプロジェクトを考案いたしました。はい、はい、他はフードプロジェクトのこと以外は大丈夫かな、いいかな。 あと油取り紙の、油取り紙、はい、どうぞどうぞ小松姫のことを知ってもらえるように、はい、小松姫のイラストが描かれた油取り紙ができました。でこの油取り紙なんですけども、私たちがイベントでこのタスキをかけている時にしか、手に入らないものなので、イベントで見かけた際はぜひ私たちにお声かけください。はい、松代をやっぱり知ってもらうということで、今日もいくつかは持ってきてありますが、あ、美しすぎる女性レポーターには一部差し上げたいと思いますあの基本的にはね、この間もサッカー場でお配りしたのはアウェイのチームの皆さんに松代を知っていただきたいということで、配ってきました。はい、次回は31日試合 ね、はい、はい、また行きますので、今度相手どこでしたっけ、忘れちゃったね、はい、相手のチームみたいな顔してもらってください、はい、まあ、その他にはいいかな、お告知はいい、そうですね、今後小松姫が出演するイベントがいくつかございまして、はい、今おっしゃっていただきました7月31日に南長野運動公園総合競技場でまたパルセイロの試合がございます。で、8月16日の火曜日は FM 東海
で、東御市にお伺いしてラジオに出演してきます。はい、はい、で8月20日の土曜日は第91回健信公祭りが上越市でありまして、はいね、はいはい、こちらに出演します。山本さんも行くの？一緒に甲冑来て、はい、甲冑隊も、うん、松戸甲冑隊もね、はい、で9月12日の月曜日ですが、はい、第137回関東ブロック労働委員会三者連絡協議会というのが、はい、ちょっと名前が長いですね、はい、これが、はい、ございまして、こちらホテルメトロポリタン長野で真由美姫が真由美さんね、はいはい、私は行かないの、私は31日のパルセロに行きますので、はい、了解です、はい、わかりました、はい、頑張ってください、楽しみにしてください、はい、こちらちょっと映してもらいますが、他にもこんなようなスタイルで、いろいろ各地でご活躍をされております。あ、これはあの安蔵コアだったごめんなさい、さりげなく自分の宣伝者長野マラソンにもですね、おいでいただいて、このような形でまあ、もなく出ます。ちょっとね、風が強かったんで風の音がガンガン入っちゃってます。エッサホイサも、一緒に応援してますね、はい、はい、こんな形であのご活躍をいただいております。さっきも午後の予定言っちゃったけど、はい、あと、はい、あのまだちょっと未定なんですけど、今私たちそれぞれ、はい、あの企画を立ち上げて個人個人でプロジェクトやってたんですけど、はいはい、今後もう一度ちょっと2人で協力して何かやりたいと思っていますので、はいはい、ご期待ください、はい、あの実は10月にもね、県の方からいろいろちょっとこう話もありますので、はい、真田祭りを かけてかな、ちょうど1週間何かしてもらえませんかということで、松代地域ではあの、小松姫が応援してくれるのでということで、ちょっと今案を練ってます、はい、そんなことでね、お願いをしたいと思います、はい、今後に向けてもう一回決意じゃないけど何かありました、一言ずつどうぞ。決意、はいですね、あの今年は、まあ、あの大河ドラマの真田丸もやってるということでお客さん多いんですが、来年以降に向けて、まあ、私たちが立ち上げたプロジェクト等によって松代がもっと活性化していけばいいなと思っておりますので、これからも頑張ります。はい、牧野さん、はい、あのはい、こちらに来て小松姫、私も知らなかったんですけど、ここであの小松姫を自分でも好きになっていろいろやらせていただいて、あのここの小松姫っていうのを通してすごく松代のいいところだったりそういうのを見られたので、そういうのも皆さんにお届けして、やはりいろんな方に松代好きになっていただいてたくさん来ていただきたいなと思いますので、これからも頑張ります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではあのもう一度皆さんの温かい拍手をいただいて小松姫のコーナーを終わりたいと思います。ありがとうございました、それでは宮坂代表どこ行っちゃったかな、あ、おいでになる、はい、もう一度じゃあ三田さん、お知らせ、はい、はい、お知らせいきますね、はい、ですね、26日明日ですが、寺町市商家でクラシコンがこっちへカメラ振るまでちょっと手前で、はい、でですね、この11時からじゃあこっち19時、だいたい20時ぐらいまでかね、一応やる予定でおりますので、無料ですのでね、ぜひ参加いただければいいかなというふうに思います。今回ですね、まあ、これあの寺町商家でもこういったものを初めてやるんですね、そういったのでですね、まあ、プロが来ていただいて音楽を楽しんでいただけるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それとですね、あと寺町商家の他に、こちらはですね、樋口家住宅、今月いっぱいまでね、真っ白のお越しください、ね、記録写真展をやっております。これもね、ぜひ参加していただければありがたいなというふうに思います。それからですね、こちら山寺定山亭、これもね、ちょっと8月の13日からなんですけれども、ちょっとね、イベント3人亭というので、ちょっとこういった珍しいね、
体所帯で奏でるという形でちょっと珍しいのがありまして、これもねちょっと見ていただければありがたいなというふうに思います。8月13日からで8月27日という形ですね。それからですね、寺松商家の近くにあるんですが、憲法前島亭というところになります。ここもですね、8月の5日から、いろんなこの囲碁の銅像なんかやっておりますのでね、まあ、これもですね、8月中のやつで 4回ほどイベントを行いまして、また9月もですね3回ほどあります。まあ、この町の中でこういったね文化財を使ってこういった皆さんに参加していただけるイベントがありますので、ぜひまた皆さんでね参加していただければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、宮下さん、いいですよ、どうぞ。はい、それではいよいよ第3部でございます。第3部はですね、先ほども申し上げましたけれども、私どものコーディネーターの丸田先生にご出演願いたいと、こんなふうに思っております。丸田先生はですね、先ほども申し上げましたけれども、平成22年6月に立ち上げました。で、その立ち上げるにあたりましてですね、こちらにもお見えになってるんですけれども、何回か準備委員会を開きまして、検討を重ねました。で、その準備委員会の時から、丸田先生には大変お世話になりました。東京からですね何回もおいでいただきまして、本当にご指導いただきました。で、若干丸田先生ご紹介させていただきますと、丸田先生は、早稲田卒業後ですね、三和総合研究所、UFJ 総合研究所、それから大学ですね、放送大学、それから国際大学、それから、行政ですね、地域情報化研究会とかですね、地方自治体の IT の情報の協議会の委員、それから、総務省とかですね、新聞各社にも、いろいろ選定委員もされまして、現在はですね、丸田はじめ、事務所の代表をされております。で、先生なんですけれども、先ほども言いました解説当時からですね、いろいろ私どもこの全くの素人をですね、いろいろご指導いただきました。で、中途半端な気持ちではテレビ局は運営できないということで、強い意志を持って、運営しなきゃいけないということで、今二本松さんがねだいぶ苦労しておりますけれども、はい、今丸田先生のつないでおりますけれども、丸田先生なんですけれども、今だいぶ混乱しておりますので、もう少しこちらでねつないでおりますので今つないでおりますんで、もう少しお待ちください。本当にですね、丸田先生なんですけれども、いろいろとその私どもの先ほど言いましたその素人に対してですね、いろいろ生放送などを行うときにはですね、きちんと入りますですね、はい、入ったようでございますんで、こちらの方で、よろしいでしょうか。本当に丸田先生にはですね、つながっておりますね。先生、こちらの声は聞こえるでしょうか。こちらの声は聞こえるでしょうか。聞こえないです。あ、聞こえないですね、はい、やはりこれは生放送のいいとこですね。よくないですか。やはりですね、これは毒が来ましたね。来ましたね。二本松さんの顔映ってますね。はい、はい、いろいろありますね。で、トラブルがありましてですね、やはり生放送っていうのはね、こういうところがいいですね。こうね、リアル感がありましてね、そちらで笑ってますけどね、はい、これは録画ではこんなことないでしょう、絶対に、ね。やはり生放送ですとこういういいことがありましてですね、私はこの大好きでございますね、こういうことは。入りました、入りましたですね。はい、先生、ご無沙汰しております。聞こえますか。聞こえます。先生、丸田でございます。はい、先生、ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。ちょっと、はい、ちょっとずれてますね。海外でございますね。はい。聞こえてます？はい、聞こえます。あ、先生、はい、こちらの声は。タイムラグ。はい。はい、じゃ一方的に喋りますね。はい、お願いします。はい、300
300回記念、本当におめでとうございます。ありがとうございます。まさかですね、6年前にここまで、300回を正直思っていなかったので、驚くと同時に大変嬉しく、思っています。私が関わらさせてもらったのは2010、マッチロギアっていうイベントを出て、もう5年も6年も前なので、当時、住民ディレクターっていう活動があって、その手法を、うまくお借りしながらですね、マッチロならでは のテレビ局情報発信ができればいいなということで、皆さんと企画をして始めたわけですけども、想像以上にうまく定着しているので、本当に、嬉しく思っています。6年前と比べてですね、まず皆さんほとんど見た目が変わらないというところで見たことないですよ、はい、あとおしゃべりが本当にうまくなりましたですよ。で社交辞令よどみな先生もお世辞うまくなりました。NHK の朝の番組を見ているかのようです。はい、もうピーターダマルやっていますけども、当然皆さんもう我々見ているわけですけども、そういったところを捉えてかなり深く突っ込んで掘り下げた情報を編集し発信しているっていうところもさすがだというふうに思いますし、あと食のところがですね、2010ではテーマだったというふうに思うんですけども、スイーツであるとかキッチンカーですかっていう取り組みがあったり、小松姫のお二人がさまざまなこう宣伝活動をやっていたりしてですね、もうとにかくさまざまな活動がを展開して、でテレビでも集約編集してまた発信をしてるっていうところを見てですね、もう本当にこう立派なというか、どこに持って行っても世界中どこに持って行っても引けを取らないテレビになっているなという感じを持ちました。聞こえてます？大丈夫ですか？聞こえてます。聞こえてますよ。はい、いいですか、こうして喋り続けちゃって。はい、どうぞ。大丈夫ですか？いいですよ。はい、特に最近私思うのはですね、テレビが、大橋巨泉がこの間お亡くなりになったりですね、永六輔さんが行かれたりしていて、やはりテレビっていうのが本当にこう変わったっていう実感を持っています。で視聴率はもちろん昔と比べてもう3分の1とか4分の1ですから、人が離れては来ているとっていうことがあって、でこれはやっぱり、インターネットの登場の、影響ですよね。で同じように音楽もレコードやその CD はもちろん売れなくなっている、ただ一方でライブが非常に価値をさらに高めつつあるといいますか、反対に高めつつあるという状況があると。でテレビもすごく似ていて、やっぱりライブがの価値がやっぱ上がってますよね。で多少ミスがあってもですね、ライブって言っても本当にいろんないるので、それだけで楽しいですし、やっぱりライブにっていうのは参加をする人とか、あと何ですかね、撮る人も緊張感がとにかく違いますよね。なんかそういう意味でライブが音楽と同じようにこう残っていくんだろうなという気がしていて、 で、ですからそういう意味ではそのマスロテレビってもうそのライブをそのままやっているので、もうこれがですね、新しいこうテレビの形なんではないか、60年テレビの歴史がありますけども、こういう形でテレビっていうのは残っていくんだろうなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。先生、カメラからもうちょっと離れていただいた方がなんか耳元で非常に迫力、はい、あ、いいです、いいです、はい、はい、すごい迫力だったです、はい、後でアーカイブ見てください、はい、すごく力が、はい、見た目も変わらずなんて言って褒めていただいてるんですが、
そんなことないんですよ。あの始まる前にメンバー紹介するんですけど、ちゃんとあの認知症が出てまして必ず一人は名前がわからないというような状態でございます。はい、はいはい、あのそれはあのこちらも似たような状況です。あ、そうですか。はい、じゃあ先生またあの最後に一言だけまたあのおつなぎさせていただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、あのね、いや進行悪くてその時間もだいぶなくなってきてしまったんですけども、丸田先生とですね一番進行が深い加山さん、一言どうでしょう。あ、丸田先生こんにちは、ご無沙汰しております。あの先生とですね、このユーストリームを使っての全国発信と世界に発信しようということで、当初いろいろ教えていただいてあの実現できたわけですけども、一番初めにライブ放送やるときに先生東京から駆けつけてくださったんですけども、本当は来ないって予定だったんですよね。もう怒っちゃって、あんまり準備ができてないじゃないかって、もう本当にやっぱりテレビ生出演っていうことはライブってことはものすごく真剣なもんだよと、であのきちっと準備をしてですね、そしてその上でやんなきゃいけないよと、でちっとも何もできてないじゃないかって言って来なかったっていうことっていうことありましたね。でもあの奥さんに言われてってんじゃないですけども駆けつけてくれました。でそれがあの第1回目のライブ放送だったかなっていうふうに思って、まあ、それがこんなにね素晴らしくできたってことは本当に嬉しく思ってます。はい、ありがとうございます。先生のおかげです。はい、どうもありがとうございました。それでは西澤さん、岸本先生とつながってますか。いや、まだ。あ、そうですか。はい、今いいですか。あのね、西澤さんにはその住民ディレクターのことをちょっと、はい、触れてもらいたい。話しながらどうですか。はい、ちょっと待ってね。はい、はい、今つなげておりますので、はいはい、よろしいでしょうか。そうですね、はい、あの今回300回記念ということで、あの300回をのこの価値というのをね、うん、あのどういうふうに考えるかなというところ で、はい、ですよ。あの実は私、はい、あのいろんなところに取材に行くんですけれども、あの取材に行った先で、あのまあ、真っ白テレビですっていうふうに言うと、あの必ず、あ、真っ白テレビさんですかっていうふうに言われるんです。はい、でこれって5年6年前は絶対にありえなかったことなので、まずその真っ白テレビっていうのがすごく地域の中で認知されたなというのを感じています。でさらにさっき代表も言ってたように300回やったってことは300人の人とのつながりを持ったってことで、このつながりの輪をこれからどうやって生かすかっていうことが私たちのまた新たな課題なのかなというふうに感じています。というのはですね、やはりこの間熊本でも地震が起きました。で熊本で地震が起きて、実はあの住民ディレクターとして被災地で、当事者で被災者でありながら全国に、被災地情報を発信した、はい、実は今岸本明さんにつながってるんですけれども、岸本さんこんばんは。あ、こんばんは。はい、今、これでね住民ディレクターの、はい、いろんなこう発信力っていうのがあると思うんですが、私はこの300回を通して、はい、きっといろんな時に情報のハブとして地域づくりにすごく関わっていけるんじゃないかというふうに思ってるんですが、岸本さんどうでしょうか。まあ、まずはその前に300回記念本当おめでとうございます。皆さんありがとうございます。もうちょっと素晴らしい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もっとアップして、はい、はい、ありがとうございます。そして今日は西田さんがいきなり振ってきたのであれですけど、申し訳ありません。まあでも即興ですからね、いつもね、はい、皆さんね。そうです、はい。まあちょっとねこの前本当あの自分自身が被災者になってしまったというか、でまあ避難所でねずっとまあ1週間10日ほどまあ過ごしまして、そこからまあ今こうやって皆さんと一緒に やらせていただいているように、まあ毎日まあ中継をしながら、まあ今自分が被災者としてどうなのかということを、まあ避難所からですねずっと中継をしてたんですけど、まあ、今日ちらっとさっきこれあの皆さんのやってらっしゃるあの丸田さんも なんかこう出てらっしゃってちょっとびっくりしましたけどね、当然なんでしょうけどね、やっぱり日々こうやってる毎週毎週やってるからこそ、まあ、今日もあったと思いますけど、まあ、私の方 もうこれ20年やってて、まあ、20年ずっとやり続けてきたということが、まあ、今年特に地震の中で
あ、これいつもやってることそのままやらんとダメねと思って、まあ、そのまま今私の周りがこうだということをですね、まあ、伝えていったということで、まあ、結果的に、まあ、全国のいろんな方が、まあ、その私の姿を見て、まあ、いろんな情報をくださったり、まあ、もしくは、まあ、特にマッチングということで、物資 の、 そのなかなか出すところと受けるところのマッチングがうまくいかない、これはいつも災害の時はそうですけども、まあ、そういうところもちょっとだけ、まあ、毎日顔を出すことで役に立ったりとかいうことがあってですね、これは まさに平時、はい、すいません。はい、すいません。すいません。ちょっと時間の関係で、やります。はい。ごめんなさい。せっかく、いただいておるんですが、大変失礼です。西田さん、あとお願いね。はい。はい、岸本さん、ありがとうございました。やはり、平時の活動が有事の時にも生かされるということで、私たちもそれをまた考えていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではですね、残り時間はあと5分になってしまったんで、スタッフの皆さんにですね、一言ずつこれからの抱負とかですね、一言ずつそちらからでも、マイクはどこらにありますか。はい、じゃあ皆さんから一言ずつ、はい、お願いします。回してください。ではこれからですね、まあ、引き続いて、まあ、301回目来週になりますけれども、まあ、現状をですね、お世話になる方でやっていければいいかなというふうに思います。まあ、これもあれですね、元気でやることはいいことだなというふうに思いますので、これからも引き続いてやっていければいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、はい、尾本さんどうぞ。はい、はい、それでは続いて尾本さんですか。はい、皆さんに、ゲストとして出席いただけたね方々に色紙を書いていただくとね、今これだけ持ってますけど、これを3杯ぐらいね量になりました。これからもねもっと倍々になるように頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。次は、はい、じゃあ福井さん、福井さんお願いします。はい、どうぞ。はい、健康的な福井さん、ね、健康的ですか。はい、健康どっか国がちょっと違うかなと。カメラ福井さん自分のとこ映して切り、カメラ違う、スイッチャー、そう、自分のところ映さないと。片桐さんのところ。はい、映ってます。一番おどおどしてる。いや、日本語通じますか？日本語。たぶん。あ、そうですか。皆さん、おかげで300回、ね、いろいろこの、ね、うん、機材のトラブルに、うん、なんていうの、そのフェスティバルというか、その100回とか200回とか300回の時に限って、大体この人いろいろ、うん、いろいろわがままを言うっていうことは、うん、今日もちょっと機材のトラブルでありましてね。そうね、なかなかびっくりしますね。生きてる生き物みたい。あ、まあ福井さんは若いけどさ、もう俺たちはね毎回毎回セットしないとボケ防止でね、毎回同じことやるんだけど、なかなかねうまくつながらないというような、うん、本当にそれはびっくりしましたね。はい、はい、じゃあ酒井さん。はい、私はね100回目ぐらいからちょっとずつ手伝い始めましたんですけどもね、まあ、ようやく本当にここへ来てマニュアル見なくてもつなげるようになりまして、それまでは全然もうマニュアル見ていっちもタッチもなくて困ったって言ってたんですけどもね。いやでも本当に真っ白は本当にいろんな素材のある宝庫だなっていつも見ても飽きませんわ。これからもね、いろんな人と会うのが楽しみにしております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ清水さんお願いします。私も100回ちょっと前ぐらいから参加させていただいて、今日300回で、来週の301回は来ます。またこれから少しできるだけやります。お願いします。はい、どうも。お前出てきた。大丈夫ですよ、 OK です。ね、あっという間に300回、本当に先ほどもね、丸野先生のお顔なりお声を拝見しましてですね、当時思い出しております。まあ、スタジオもですね、
加山さんのお宅のアフコからこちらに来て4回ですかね、スタジオが変わりました。その間、まあ、だんだんと皆さん慣れてきまして、まあ、このマスロテレビも先ほど皆さんとお話がありました通り、だいぶ皆さんに認知されてきております。そんなことでね、これからも、まあ、都市に負けないでますます頑張っていきたいと、こんなふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、どうも。それではですね、今丸田先生のお話出ましたけども、先生最後に一言いかがでしょうか。丸田先生聞こえますか。丸田先生聞こえ、あ、接続状態が悪いと。ああ、はい、もしもし。はい、聞こえます。はい、ありがとうございます。それで2つあって、1つはね、テレビっていう動画を岸本さんが作ってくださって、それを我々活用してすごくうまく運用してるんですけども、今だからこそっていうんですかね、世代間の交流っていうところの道具に使っていったらいいなというふうに私思っていて、もしそういうところに共感をしていただければ、真っ白でもまあ、お年寄りと若者とかですね、男性女性とか、まあ、特にその世代をまたいだ交流の道具としてテレビを使ったらいいなというふうに思います。あと2つ目はギネスに出されてみたらどうでしょうか。1週間300回休みなしにやったテレビって民間のボランティアのテレビでは少ないんじゃないかというふうに思うので、ぜひそのギネス申請をお勧め、いたします。はい、以上、ありがとうございます。一言ずつの、はい、どうですか、一言ずつ、ね、一言ずつどうですか。はい、長くはなくていいです。もう時間ですので、一言ずつで、はい、はい、一言だけでいいです。あ、何、はい、じゃあ終わりですね。何言って、何言って。1000回ぐらい続いてもらいたいと思います。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。いいですか。はい、わかりました。いいそうですんでね。はい、西澤さんはいいかな。はい、わかりました。それではね、時間も過ぎてきてますんで、仁王馬さん、最後に一言どうですか。私もさっきからずっと喋りっぱなしでもないか。はい。今日ね、実はこのスマートフォンをですね、小松さん、ちょっとこのテレビカメラの下にあるこの小さいの映してもらえますか。これ。これ実はこのモニターとですね、スマートフォンミラーリングって言いましてね、電波を送るんですよ、これ、ここで。そしてここに、これ、このこと。小松さん、映ってる？あ、これこれこれ。これで電波を受けましてね、それで、こちらのモニターにスマートフォンの内容を映し出すというもので、もちろんこれも松田先生ごめんなさい、一旦切りますね。カメラとしても使うことができますので、例えばこういうふうにカメラを起動できません。通話中はダメです。あ、ごめんなさい。先ほどもね、ちょっとモニターでやったんですけど、こうスタジオの中、ずっと映すことができます。だから4カメとして、今日も、最初のところでね、画面でご紹介をさせていただきましたけど、こんな使い方もできるんだということで、実は夕べ、夢見心地で、ピッとこう、思い浮かんだというか、これもできるな、というようなことで、今日初の実験で、またリハーサルしないでって、丸田先生に怒られちゃいますけど、こんな具合で、やってきました。日々、技術を進歩させていこうというふうにしております。まずは、先ほど皆さんからエールをいただいて、500回、1000回というふうに言っておりますけども、やっぱり我々、日々、1回1回を大事にしているからこそ、このように続いているというふうに思ってます。まずは、ね、代表、301回を目指して、そうですね。最後に力強いお知らせの前に、来週の予告の前にね、三田さんがね、うずうずしてるからね、三田さんね、早くね、予告やりたいというふうに待ってますんでね、予告先にしてからの方がいいでしょ、やっぱり300回だから、最後予告でやったらちょっとおかしいでしょ、
ね、じゃあ予告を予告やっちゃおうか、予告ね、はい、じゃあ来週の予告ですね、はい、はい、これはね、祭り今大博覧会、ね、真田丸にちょっと待って、カメラ回してもらわないといけないから、はい、出ましたね、大博覧会、ね、はい、古谷さん見えてるんですけども、これですね、あ、村田さんに一言、見えてますけどもね、真田宝物館でやっておりますね、大博覧会ですけどね、その長野市観光推進課の職員なんですかね、金沢さんに来ていただいて大博覧会についてお話をお伺いするという形になります。はい、ファンキー伊藤ちゃん、はい、わかりました、ございます、はい、そういうことで、はい、じゃあ宮坂さんにお渡しします、はい、すいません、今ですね、古畑さんがそちらの陰に隠れてて忘れてましたね、うん、古畑さん、最後に一言お願いします。伊藤さん、マイクをお願いします。マイクを、はい、今日、はい、二言ぐらいでもいいですか。ありがとうございます。300回本当におめでとうございます。301回目、2回目と回重ねて、あのギネスの申請とっても面白いので、ぜひやっていただければいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。あ、いいですか、はい、ありがとうございます、それではですね、丸田先生と電話はもう切れてますけれども、ですね、先ほどだいぶ丸田先生ともね、お話しいただいたんですけども、やはり我々一昨年その前の年にかけましてですね、何回かですね、プレゼンテーションさせていただいたり、東京まで参りまして、AMD のアワード年間コンテンツですね、リージョナル賞をいただきました。東京まで、いただきに参りました。そちらに盾とですね、賞状が飾ってありますけれども、こちらのいただきましたのもすべて丸田先生のおかげというようなことでですね、丸田先生の教えをですね、肝に銘じましてですね、これから松戸テレビ頑張っていきたいと思っております。それにつきましてもですね、地域の皆様方、こちらにスタッフの皆さんたくさんいらっしゃいますけれども、なるべくその若い方ですね、私たち皆も若いんですけども、もう少し若い方もですね、おいでいただいてですね、松戸テレビもね、今後ずっとこう続けていただきまして、先ほどもね、そちらからお話ありましたけども、300回、1000回、1万回というようなことでね、このしゃべり祭りも続けていきたいと、こんなふうに思っておりますんで、音楽もちょうどいいですね、はい、これはね、想定通りでございます。音楽もいいでしょ、ね、こういうようないい音楽で、終わっていくというようなことで、涙が出るほど嬉しい曲でございます。それではですね、今回のこの300回記念、皆さんにお世話になりましたけれども、このしゃべくり祭りをこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。私行くはかれてるんだよ。